青コーナーよりプロレスリングノア健太入場。得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。赤コーナーより新日本プロレス自他ともに認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、中心サンダーライガーが入ってまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア173センチ80キロケンタ。赤コーナー新日本プロレス170センチ95キロ中心サンダーライガー。ライガーレフリーレッドシューズ運動。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。抱えます。バックに回った、腰を落とします。あっと逆に切り返した。いやー、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。組み合います。ロープに振った、腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。あ、小手、小手決まった。逆に捉えた、足攻めに転じます。顔面に小手を見舞います。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、
何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ロックアップ、切り返します。ラフ殺法に転じます。逆水平蹴ってまいります。組みに行きます。プロとして試合していく上でね、やっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーっていうのは受け身っていうものを本当に何千回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。ガードします。顔面へのキックです。腰を落とします。抱え上げてライアーボン、2カウント、まだ足りません。組み合った、破壊石がぐさりと突き刺さった。ストンピング、ストンピングを叩き込む。いけるか、あっと投げていった。フロントキック、これきついですね。そうですね、ダイビングバディプラス、返した返した、返しました。キック強烈、ストンピング強烈、抱えた、あとうまく切り返した、返してまいります。ブレンバスター行くのか、直下式ブレンバスター、前頭葉は砕け散った。アッパー気味の小手、抱き起こす、小脇に抱えた、サイドからバックドロップ、さあ決まるか。ここが本当のところですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。どうか、カウント 2.98、 もう泣いている女の子もいます。ガチッと組み合った、あと逆に投げていった、組み合った、コーナーに振った、ナダル式のブレーンバスター強烈。これで決まったか、2カウント、蹴っていった、いけるか、あっと倒していった、すごい音がした、頸動脈を絞り上げる、ロープに逃れました。ガチッと組み合った、逆に振り返した、エルボーで返す、リングに戻ります。ストンピング強烈、キックものすごい、アッとキック、湧いてこい俺の力。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。組み合った、そのまま締め上げる、岩壁の母の胸に抱かれました。顔面蹴り上げる、引き起こす、ガチッと組み合った、ロープに振って、カウンターのパワースラム、カウントは2つ。10分経過、10ミニッツパー、エルボー打ち、いけるか、あと逆に返した、ストンピング、組み合った、あっと返した、強烈逆エビ固め、掴んだ、2を突き上げる、頭を掴んで、さあ人間サンドバッグ現象か、起こした、一気に行くのか、裏カンナラが固める、カウント 2.8、 そうはポイは下ろしません。ガチッと組み合った、
スラムで叩きつけた。うまく切り返した。抜くのか。リバースで切り返した。腕を回した。プ